ジョアン4世、フェリペ4世、チャールズ2世、レスタウラドーレス広場中央に立つオベリスク・ポルトガル王政復古戦争は1640年のポルトガル革命に伴って起きたスペイン帝国とポルトガル王国との間の戦争。これにより事実上60年にわたって続いていたポルトガルとスペインの同訓連合が解消された。 19世紀に流行したロマン主義の歴史からによって、この名が付けられた。ブラガン酒の文章17世紀から18世紀のポルトガルでは、活采戦争の名で知られていた。単に、ポルトガルを支配する王朝、断絶したアビス家に変えて、ブラガン酒を復古させるものとして、ポルトガル憲法の下で、先制訓示を追放し、 国にふさわしい別の敵した王家を喝采で迎えたということである。これはすでにポルトガル市場で数度起こったことでもある。1580年にフェリペ2世がイベリア連合を成立させたとき、彼はポルトガル貴族をスペイン宮廷で優遇し、ポルトガルの独自の法律、通貨、政府の保持を約束した。リスボンは王国の首都であり続けた。しかし、 フェリペ3世時代から、スペインは帝国を構成するカタルーニャ、アラゴン、ナバラ、ポルトガルの自治を縮小させ、中央集権化を図るようになった。フェリペ4世は、増大する戦費の調達のため、ポルトガル商人に重税を課し、ポルトガル政府の住職は、マドリードから派遣された、カスティーリャ人か、親スペイン派ポルトガル人で占められるようになっていった。 フィリペ3世は、ポルトガル貴族から権力を奪い、ポルトガルを、スペイン帝国を構成する、単なる州に変える思惑があった。また、ポルトガル軍はスペインが展開する、対外戦争に借り出された。スペインに対する反感は、確実に、ポルトガル国内に蔓延していた。1637年8月、エボラで徴税人の家に火がつけられるのをきっかけに、 マヌエリーニョ反乱が起きた。各都市に広まった反乱は直ちに鎮圧されたが、革命の機運はさらに盛り上がった。1640年6月に発生したカタルーニャの収穫人戦争では、スペイン最相オリバーレス伯爵が鎮圧にポルトガル軍までも投入したことがポルトガルの反感を買った。スペインがカタルーニャ鎮圧に手間取ったことで、 ポルトガル貴族たちはこれを契機に計画を練った。喝采革命は1640年12月1日にリスボンで始まった。そして革命は柴叩く間にポルトガル国内植民地中に支持された。そして1668年にはヨーロッパにおけるスペインとの28年間に及ぶ戦争アジアアメリカ大陸を主戦場にしたオランダ共和国との戦争を ついに和平で終わらせ、ポルトガルにもたらされた30年戦争が終わったので、ある。ルイ13世の最小リッシュリュースウキは、スペインとの戦いにおいて、マドリードのスペイン政府の支持と、財政支援を受けていたフランス国内の相乗分子を統制し、同時に、スペインハプスブルク家との戦争における3つの前線に、軍隊を派遣せねばならなかった。 これはフェリペ4世が異なる称号のもとで、フランドルとフランシュコンテ、すなわち、フランスの北部と東部に接する地域を支配していたためである。加えて、フェリペ4世はイタリアにおいても広範囲の支配を行っており、スペイン国王の意思次第では、第四の前線を開くことも可能となっていた。このため、最初オリシュ流は、フェリペ4世の関心事を、 自国の内政問題へと転換させる方針をとり、活采戦争の期間上は日本政の多い請求を指示した。これは、ひなわ銃の導入で名声を獲得し、当時なお、ヨーロッパ最強と歌われていたスペイン軍との衝突を避けるためである。この方針は、ポルトガルとの戦争によってスペインは、資材と兵力を消耗するとの観測に基づいている。 ポルトガル・フランス間の同盟は、ジョアン4世の後を継いだ、アフォンソ6世とサボアヌ・ムール公の娘、マリー・フランソワーズとの婚姻を導いた。しかし、リシュリューは、1659年のピレネージョ役において、マドリードとの単独講話に署名し、フェリペ4世を正当なポルトガル王として、承認するという文言によりポルトガルを呼び、カタルーニャとの同盟を破棄することとなった。 かつて、オランダ共和国は、互いに、共通の敵であるスペインと対抗し、牽制するため、ポルトガルとのヨーロッパでの休戦協定に調印した、ことがあった。オランダは、セトゥーバルにある、製塩工場の塩の購入を再開し、ポルトガルとのヨーロッパにおける二カ国貫通商を、復活させた。80年戦争勃発後に、スペインハプスブルク家が、1580年の、 ポルトガル併合を経て、ポルトガル王位を獲得した時に、オランダとの友好関係には終止符が打たれていた。1602年、オランダ東インド会社と、オランダ西インド会社は、アメリカ大陸、アフリカ、インド、極東にある、ポルトガル領植民地への攻撃を開始した。これは、ランホ戦争と呼ばれ、80年戦争の一部と、みなされており、オランダが、 ハプスブルク領となったポルトガル植民地の高領を呼び、佐藤貿易権を奪おうとしたことが原因である。一時は、ブラジル、アフリカのポルトガル植民地が、イングランドと同盟したオランダに奪われた。スペインが広大な国土を維持するためヨーロッパで、戦争を繰り返す間、手薄になったポルトガル植民地をオランダが狙ったので、ある。オランダ側は、スペインが、 ヨーロッパでの戦争に翻弄される状況を歓迎し、ジョアン4世が1640年に再独立を宣言して、その承認をオランダに迫った際も、承認と停戦はしたものの、条約を結ばなかった。この時点で、イングランドは、オランダとの同盟からポルトガルへ乗り換えることを決めていた。1661年、ハーグ条約でポルトガルとオランダの和平が成立した。 この時代のイングランド王国は、イングランド内戦の下中にあった。イングランドにおいて、議会派が内戦に勝利しつつあった一方で、ポルトガル宮廷は、イングランドの王子たちを正当なイングランド王位、継承者として承認しており、これは様々な問題の原因となった。チャールズ一世の敗位と処刑を行った、イングランド共和国が存在していた期間、 この問題が常に存在していた。チャールズ2世の王政復古後、ポルトガルは従来のイングランドとの同盟を刷新し、ジョアン4世の王女カタリナとチャールズ2世の婚姻によって対スペイン関係における国外からの支援を回復することでフランスからの支援の損失分を補うことが可能になった。終戦時にスペインとの和平が可能となった大きな要因は、 イングランドとの同盟関係である。スペインは当時30年戦争で国力を使い尽くして疲弊しており、他のヨーロッパ強国とさらなる戦争を遂行する余力は残っていなかった。なおこの時、ポルトガル側からカタリナの持参金の一部として港湾都市タンジールとボンベイがイングランドへ割上された。軍事的には、活采戦争は、 主として毎年行われた侵攻、反撃及び国境での持続的な小競り合いからなる戦争である。スペインによる大規模なポルトガル侵攻として、フランスとの和平後にフェリペ四世が命じ、その右腕である将軍、カラセナコールイスでベナビデスが指揮したものがある。この戦役は次の5つの戦いによって、死由を決することとなった。ポルトガル軍はこれらの戦いで、 全て勝利し、イングランドの仲介の下で1668年、リスボン条約により和平が成立した。1884年、1640年の王政復興を記念して、リスボンにレスタウラドーレス広場が作られた。1705年頃に描かれた、リベーラ宮殿。1640年12月1日のクーデターが、ここで起きた。 モンテス・クラロスの戦いを描いた17世紀のアズレージョ。ありがとうございます。